皆さんこんばんは、 MK です。ペーパーマリオ RPG パート62やっていきましょう。今回も前回に引き続き遊戯場で遊んでいくんですが、前回マダムローズからもらったプラチナカードを見せたところ、新しいゲームで遊べるようになったんですよね。多分これ他にもいろんなカードがあるんじゃないでしょうか。ということで今回はとりあえずゲームモードを全て揃えるために依頼の方をこなしていければと思います。果たしてどんなゲームが増えていくのか気になるという方は、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。そして前を通りかかったので今日も今日とてやっていきましょうか。9時0076一等ぴったり賞、1回ぐらいは実況中に当てたいところでございますが、今日の当選番、おお、ちょっと待って、初めて来た2桁9976だから0076、惜しい。9と0が1個差だって考えるとめちゃくちゃ惜しい。ちょっと死も2桁当たった、びっくりびっくり。すごいボムね、3等に当選しているボム。3等は何がもらえるの？3等の景品をどうぞボム。あー、これウルトラキノコなんだ。これもしかして1等ってあんまりいい商品じゃない？おめでとうボム、今日はラッキーハッピーデーなんだボム、明日も来てほしいボム、待ってるボム。もうちょっといいものがもらえると思ってた。あの死も1桁が当たってると緊急キノコがもらえるんですよ。で死も2桁でウルトラキノコなんだ。じゃあなんかロイヤルゼリーとかそんな感じ、もしかしてこの次って。はい、じゃあもうウルトラキノコは使わないので売っちゃいましょう。50コインの方が大事ですからね。スーパーキノコはまあ一応取っておきましょうか。719コインあるので、今日も今日とて一旦ちょっとバッチ屋寄って行ってもよろしいでしょうか。結構ねバッチコンプリートが近づいてるんですよ。旅の記録でバッチリストを見ますと、ほら86分の69、だからあと17だけでしょ。で多分これから行くあのステージ8でも新しいバッジは手に入ると思うんですが、言うて10個、いや5個もないと思うから、バッジ屋で揃えられる分、あとは遊戯場でね揃えられる分はガンガン揃えていきましょう。多分もうね行商人は話しかけなくていいわ。もう MK さんは学んだ。ここを10回ぐらい話しかけてもいいものを一つも持ってないもんね。多分新しいバッジとかはもうないんでしょう。ということで、あ、ていうかさ、そういえばここの人、あ、ここじゃないや、もう一個奥か、なんか怪しい人いるじゃん。あの人も多分後で話聞かないといけないだろうな。そして、あ、スーパーアピール、これ持ってませんね。安い時に買っておきましょう。でピッキョロン E、 こちらも安くなっております、買っておきましょう。あ、ファイヤーのグーリも持ってないよね。じゃあこちらも100コイン、普段だったら多分150コインだから、はい、安い時買うよ。で余ってるバッチあるっけ？ないか、ないよね。よし、じゃあこんなもんでいいでしょう。じゃあ依頼受けていきましょう。一旦セーブしまして、ルイージの話聞きたいけど、まあ依頼ちょっとだけこなしてからにしようか。最後だから長そうだしね。っていうかスーパールイージの本も買わないとな。あれって依頼で使うのか、それともただ買えるだけ。コンプリートしても特に何もないんだったら買わなくていいような気もするけどな。どうしよう、なんか簡単そうなのからいくか。あ、プニ族のおばば緊急キノコ、これ持ってくだけじゃない？違う？私も随分年だからね、いざって時のために緊急キノコが欲しいんだよ。別に急いじゃいないけど、いざって時が来るまでによろしく頼むよ。取引場所は不思議の森にある大樹の中だよ。わかりました。じゃあこちら受けて、あ、たたた、受ける、なんで間違えた今もう押したと思って下ボタン入力してたわ。はい、じゃあ緊急キノコね、こちら受けていきましょう。でついでにプニコからまた不思議な卵をもらいましょうか。そう、不思議な卵多分料理で今後いっぱい使うことになるので、まあ手持ち数空きがある時はもらった方がいいですよね。あとはそのキノピオどうすっかな、あれも全部話聞きたいよな。多分半分ぐらいは聞いてると思うから、どっかで残りの話も聞いていきましょう。さすがにもう戦闘で知らないことはなさそうですけどね。あるかな、いや、あるっちゃあるか。なんかスペシャルゲージとかアクションコマンドとかその周りのお話はもしかしたら知らないところがあるかもしれません。そしてこれが最後の土管でございます。あ、月につながるのっていうか、え、だとしたらさ、これ、あ、最果て村か。あー、最果て村だ。
月に行けるんだったらテックがどうなったか見に行きたいなと思ったんですけども、まあとりあえず今は行けないみたいですね。じゃあ最果て村、今は特に用事ございませんので、不思議の森ちゃちゃっと行っちゃいましょう。いや依頼一個ずつしか受けれないのちょっとやだな。3つぐらい一気に受けれた方がいいんだけどな。そしたら不思議の森のやつは一気に3個受けて解決したいよね。はいおばば、緊急キノコ今ちょうど2つ持ってますので1つあげますよ。普通に売ったら25コインだからそれ以上もらえたら嬉しいんですけど。あーそうかい、依頼を受けてくれたのはマリコだったのかい。マリオね、マリオ、私も随分年だからね、いざって時のために緊急キノコが欲しいんだよ。あげるよ。はい緊急キノコ、これで HP が0になっても一旦大丈夫だよ。これはまさしく緊急キノコ、私のいざって時には間に合ったみたいだね。緊急キノコを持っただけで何やら元気が出てきたよ。まだまだこれから長生きするぞい。っていうか寿命にも効くの緊急キノコって、ちょっとそのあたりはわかりませんが、ありがとうよマリコ。さあ報酬を受け取っておくれ。何コインですか。おお、これはやってよかった、50コイン。はい、ということで依頼完了でございますが、プニコ、今日も今日とて、卵をください。ああ、お兄ちゃん怒られてばっかり、プニコつまんないの。ねえねえ、マリオさん、プニコと遊んでよ。前回と一緒かな。どうだろう、やったー、じゃあねじゃあね、プニコをなぞなぞしたい。マリオさんが問題出して、プニコに答えられないなぞなぞはないんだから。一緒か？これ前回マリオがってやつやったんだけど、一応同じことしてみるか。はい、マリオが大好きな、人はピーチ姫だよね。そうそうそう、誰だ、これ前回も聞いたけどどうでしょう。マリオが大好きな人、へへプニコ知ってるもん。マリオはピーチ姫が好きなのよね。うふふ、当たりでしょ。これもらえる？えへー、やった、プニコに答えられないなぞなぞはないんだよ。あー楽しかった、遊んでくれたお礼に、はいこれあげる。あ、これ毎回もらえるのか。え、だとしたら今日もう一個くれたりする？1日1個まで。あ、1日1個までだ。じゃあ来た時に一応受け取っておいた方がいいですね。卵なんてもう料理の基本ですから、多分このゲームでもいっぱい使うことになるでしょう。いやそう思うとこれ結構レアなあれだな、アイテムだな。1日1個あのマリオの好きな人は誰だって聞きに行った方がいいか。いやでもまあまあまあ料理埋めるってなったらにしましょうか。そうお料理リストも、あの実は MK さんまだ1回もナンシーでお料理ってあのチュートリアル以外で作ったことないんですけど、それでもお料理リストなんかオムレツみたいなの、そう埋まってるんですよ。これ何かっていうとホテルに泊まった時にもらったんだよね。だから各地のホテルは1回ずつ泊まった方が良さそうだな。まあまあまあ素材をくれることもあるでしょうけど、素材じゃなく料理ごとくれるところもありそうですからね。最果て村は宇宙食をくれたかと思います。それもちゃんと料理扱いでしたから、宇宙食が料理扱いってうんという気はしますけど、細かいことは気にせずに。っていうかカードが欲しいんだって。これ待って、チビヨッシーの方早いな。はい、チビヨッシーで移動していきましょう。いやカードちょっと受ける依頼考えようか。いけるやつ全部やってったらきりないかもしんない。うわどうだろうな、アイテム仕入れてパパを助けて、名前で考えるか。あ、ピートン、これいいんじゃない。ピートンってだってあれでしょう、マフィアのね若旦那だから、もしかしたらカードくれるかも。大事な探し物、探し物の依頼です。探してほしいものはここにはとても書けないので、引き受けてくれたら教えます。待ち合わせ場所はゴロツキタウンの西エリアです。もし見つけてくれたら報酬として遊戯場のメンバーカードをあげます。きた、これが欲しかったんですよ。ピートンの依頼を受けるのか、もちろん受けさせていただきます。しっかりやれよ。っていうかさ、ピートンが探すものって1個しかなくないか。もしかしてまたなくしただとしたら大変なんですけど、怒られる前に見つけないとな。あれをなくしたんだろピートン、なくしすぎだって。いや前回はモニーがなくしたのか。あれ、トロピコアイランドでなくしたのってどっちだったっけ、忘れちゃったわ。ということで、ゴロツキタウン西エリア、ピートン、どこにいますか？あ、いた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 。あれでしょ？例の。あんたが私の依頼を受けてくれるのか？口が固い人でよかったよ。実はトロピコアイランドから帰ってきた後、結婚指輪をなくしてしまったんだよ。だよね。またやってるね。モニーの手前、大っぴらに探せないので、代わりにこっそりと探してほしいんだ。ゴロツキタウンに帰ってきてからなくしたから、街のどこかに落ちているのは確かなんだ。モニーにバレたら、愛してるを100回言わされるどころじゃない。しっかり頼んだよ。愛してる100回結構長かったからな。っていうか、どうやって探す？もうチュチュリーナしかないよね。
チチュリーナでなんとか一個一個エリア見ていきましょうか。こっちのエリアにはないですね。ってことは西エリアは違う。じゃあ中央エリア見ようか。ゴロツキ港のあたりも怪しいっちゃ怪しいけど、まあ一旦この3エリアは全部見ちゃいましょう。はい、チチュリーナ、あれないか。これ裏にもないよね。ってことはあれ、裏はまた別エリア扱い。いや、そんなことはないと思うけどな。あとはゴロツキタウンの地下も関係ないかと思います。じゃあ東エリアどうだ。っていうかこことかはシンプルにまだ取ってないアイテムがあるかもしんない。おっと、こちらの方に何かありそうですわ。裏じゃないとしたら、こ、待って、あったわ、あった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 。みんな見つけた？画面の中にあるよ。私見つけた、右上どうやったらそこになくすんだよ、教えてくれ逆に。え、これ蛇腹ジャンプ、それか向こうから行くやつ。あー、向こうから行くやつだ。なるほどね、蛇腹ジャンプで落ちてくるかって思っちゃったけど一回違ったな。これは一回、え、落ち着け、どうするんだったっけ。そっち登りたいんだけど、あー、ここか、チビヨッシーか、ここいつも忘れるわ。はい、チビヨッシーに変えまして、こちら踏ん張り、待ってよ、え、開けてない宝箱あるぞ。え、あれ開けなかった？え、開けてないか、あれ開けてないかも。いや開けてないんだけど、現実問題開けてないじゃん。ちょっとあれも開けようぜついでに。でさっき私が言ってた人、この人ね、前も見たけどこいつなんかなんか話聞かせてくれるって言ってたから、まあそれもちょっと、あーたたたた、ステージ8に行く前にどっかで聞きましょうか。マリオ、オッケー、来た、結婚指をゲットだ。給料3ヶ月分の指輪、モニーとピートンの愛の証。そしたらあえてこれ裏に落ちよう。裏で落ちるとあれだよね、ほう、そう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 、ボートモードできるところがありますので、ここでボートになって手前の方に泳いでいく。ってことはチュチュリーナどっちに反応してたのか怪しいなMK さんが目で見つけられたから良かったんですけども、っていうかさらに手前も行ける、もしかしたらそっちも何かしらあるのかもしんないぞ。はい、まずは宝箱の中に2回アイテムのバッジをゲットだ。バトル中にマリオがアイテムを2つまで連続で使える。え、強ない？ちょっと待って、それ強ない？ 2回、あ、3か。3か。諸刃の刃をつけようと思ってたのね。だからこれをまず1個つけて、1でしょ？いやー、ピンチで系とかいらないよな、でもな。2倍ダメージとかは全然意味わかんないし、まあとりあえずチャージつけとくか。うん、そうですね。そしたら待って、もう少し手前も見てもよろしいでしょうか。もしかしたらさらにアイテムが隠されてるかもしれませんでしたが、特に何もないですね。ジャンプとかもできないので、うん、隠しブロックがあるって可能性もないので、よーし、じゃあ2回アイテム、これでまたバッチ1個揃ったよね。今これで何分の何だ、バッチリストが86分の73、あと13だよ。おいおいおい、終わるぞもう。で待って、これ、あ、そっか、その隙間から行けるのか。こっち、あたたい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 、ここの隙間で、はい、帰ってくよ。そう、この依頼をね受けるところ、なぜか隙間が空いてるんですよ。はい、チビヨッシーがちょっと中に入っちゃってる感がありましたが、大丈夫、今チビヨッシー完全に室内にいたぞ一瞬まあ紙だからそういう隙間も入っちゃうのかもしんないね。ピートン見つけたぞ、結婚指輪。どうすればあんなところになくすのか、ちょっと話を聞きたい感じではあるが、まあ鳥に奪われて、あそこに置かれたとかだったらわかるけどさ、普通に行ったら歩かないとこだぞ。なんか怪しいことしてたんじゃないのか。はい、結婚指輪見つかったのか。結構早めに見つかりました。これでしょ、もうなくすなよ本当に。私の指輪ありがとう、マリオさん、心からお礼を言うよ。報酬だ、受け取ってくれ。これは結構、あ、そっか、カードか、なんだよ、お金がもらえると思っちゃったわ、違ったわ。ゴールドカードをゲットだ。遊戯場で使えるメンバーカード、ロールモードゲームを遊べる。まあこれが本来の目的だったんだけどさ、マフィアだからお金くれちゃうかなと思っちゃってさ。はい、ありがとう。最近まともにモニーの顔を見ていなかったからな、急に会いたくなったよ。それじゃあ失礼するよ。そうだね、これでもう顔見てしっかり喋れるな。はい、依頼完了することができました。じゃあせっかくだからロールモード遊んでみようか。もしかしたら前にやったボートモードよりも稼げる可能性もなきにしもあらずということで、ちょっとお父さんの前では言わないようにするね、結婚指輪なくしてたって。はい、メンバーカードを遊べるミニゲームを用意するわね。ロールモードゲームが遊べるようになった、やってみましょう。
67でいける？このゲームはロールになって複雑なコースをくぐり抜けてゴールを目指すゲームなの。障害物を避けたり細い道を進んだり操作テクニックが必要よ。早くゴールすればするほどたくさんモンテがもらえるけど、コースから落っこちるとモンテが減ってしまうから慎重に急いでね。それとこのゲームは1分半以内にゴールしないとリタイアになるから気をつけてね。それじゃあプレイ料金10モンテいただくけどいいかしら？はい、大丈夫です。前回のボートモードも10モンテでしたからね。はい、1名様ご案内します。ということでこの土管がペラッと出てくるの面白いよね。いってらっしゃい。ちょっと表情をもうちょっとちゃんと見たいんだけど、あの子のちょっと柵があって目のところが見えないようになってんだろう。おっと、これ右に進むのが正解だよね。大丈夫だよね。後ろにもモンテコインはあるけどそれは無視でいいんだよな。行くぞ。よし、ロールモード結構早いんで制御も大変かと思います。完全にマリオカートだ完全にマリオカートになってる。はい、下をくぐって、こういうの当たると本当に時間もったいない。いいぞいいぞマリオカートすぎるって。で、内側の方が早いからな。ミニターボとかはありません。これ絶対上でしょ。違う？あー、ここあったわ。あー、なんだ、上とは限らないのか。はいはいはい、さらにジャンプ。観客めちゃくちゃいるけど、おーっと、それは取るしかない。あら、最悪。うわー、それ取って落ちたら意味ないよな。うわー、結構ロールモードってすぐ左右の操作効かないからさ、そういうところは大変なんですよ。今トンネルの中にもモンテが隠されて、うーわ最悪。ちょっと待って、あ、ミニジャンプってあるじゃん。うわ、ミニジャンプあるんだったらミニジャンプとか使えばよかった。はい、ああ、ちょ、マリオ、本当に頼むわ。何やってんだ。1分半以内にゴールしないと、記録自体もなくなるぞ。はい、で、ここ乗って、いや、急に止まれないんすよ。これがきつい。で、坂道コロコロ落ち着け。はい、モンテしっかり回収していく。3回落ちた。いや、落ちすぎだよな、3回はちょっと。はい、これでなんと、あとのマリオ、気をつけろ、気をつけろ。最後落ちんなよ、最後。うわ、ちょっとむずい、ちょっとむずい、ちょっとむずいこと言うじゃん。はい、ちょっとむずいところも超えまして、さらにモンテを取りつつ、ゴールイン。遅い。1分15秒はめちゃくちゃ遅いと思う。どう？はい。あー、18。うわ、1回で5モンテも引かれんの。ちょ、もう1回やらせてくれや。もう MK さんノーミスでできる。もう1回だけやらして。ふぅ、ノーミスで全部のモンテコインを取ります。で、最速を狙う。1分以内のゴール目指していきましょう。若干カミカミでしたが大丈夫。噛むのとこ、あー、まあいい、1モンテくらいくれてやろう。うわ、ここの障害物めっちゃ当たるな。それやめてほしいな。はい、で、こちら取りまして、落ち着け落ち着け、大丈夫、いけるいけるいける。もう場所も覚えてるし、モンテの。はい、で、マリオマリオ、はい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 、オッケーオッケー、いいよいいよいいよ、いいけどちょっと遅いな。はい、で、こう来て、うまいうまいよマリオ、めちゃくちゃうまい、さっきより超うまい。で、うわ、ここ隠されてそうなんだけど本当にないか。落ち着け、これ落ち着いた方が早いから、絶対絶対落ち着いた方が早い。よし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 、あれジャンプしなくても取れるな。ちょっと次から覚えておこう。あれジャンプしなくても取れる。はい、で、外側のモンテコインもしっかり回収。一個だけ回収できなかったけど、速さ優先。はい、で、こう、あー、まあでもここも速さ優先。戻ってる暇はない。今48秒でしょ？ 1 分以内にゴールしたいので、このままなんとかゴールイン。53秒93。早いっしょ。これでどうだ？え？何モンテもらえる？おー、40モンテ！超もらえるじゃん。え？これ効率いいんじゃない？どうだろう、ボートの方が効率、いや、ボートより簡単だな、こっちの方が。うわ、ということで100モンテ超えました。コインコインが440モンテだったかな。お疲れ様、また遊んでね。けどけど、ピーチ姫を助けるのも忘れちゃダメよ。本当だよね、ピーチ姫さらわれたっつってんのにこんな遊戯場で遊んでてどうするんだという話ではございますが、あ、スーパーピール、これさっき買ったやつだな。ピンチで頑張る。あ、これ持ってないぞ、どうしよう。いや、でも買えるよな、多分これな。これバッチショップで買えると思う。うん、いらない。竜巻ジャンプ、コインコイン450か。オッケー、なんとかこれを目指してまだまだゲームモードをじゃあ増やしていければと思いますが、まあ一旦ルイージの話聞いてあげようか。ここまで来たらちょっと放置するのかわいそうだよな。ルイージ、宿屋にいたよな。最後の話を聞かせてください。エクレア姫とは結局どうなったんですか？っていうか、ルイージの本も売ってるか。じゃあちょっと本買ってからにするわ。こんにちは。あー、売ってるわ。何巻まであるのこれ。スーパールイージ3。128枚。
あー高いけどしょうがない、こちら買っていきましょう。ポイントももらえるしね。いや128枚のコインでポイント1は少なすぎるけどな。はいルイージー、ちょっとマルコの話はいいとして、はい今回の冒険はどんな感じだったの？最後だな、冒険。そうだ、僕の冒険の旅はひとまず終わりを迎えたんだった。この間ヘイトソングタワーに行ってとうとうエクレア姫を助け出したんだからね。いやあれは決して忘れることのできない冒険だったよ。その時の僕の話を聞きたいかい？ただちょっとばかり長い話になっちゃうけど。いいよ、最後だから聞いてやるよ。ヘイトソングタワーの冒険、話すと長くなるんだけどね。ヘイトソングタワーは北の彼方、海に面した切り立った険しい崖の上に立っているんだ。断崖を吹き抜ける風の音はまるであの世の住人たちが歌っているようだと人々に恐れられているんだ。だからヘイトソングタワーなんだ。恐ろしい音に耳を塞ぎながら、なんとか僕たちはタワーの扉の前にたどり着いたんだ。僕はとっても怖かったんだけど、エクレア姫のことを思ったら勇気が湧いてきたんだ。仲間たちもみんな同じ気持ちだったはずだよ。もうマリオとチビヨッシーは寝てるけどね。タワーの扉をゆっくりと開くと中は真っ暗。僕はエクレア姫の名前を呼ぼうとしたけど声が出なかった。だって暗闇に目を凝らすとそこに巨大な怪物の姿が、そう怪物クリキングが現れたんだ。ついにクリキングお出ましか。怪物クリキングは口元からダラダラとよだれを垂らしていて、よだれが地面を溶かしていたんだ。僕は震えが止まらなかったけど歯を食いしばって立ち向かったんだ。クリキングの牙をかわし懐に飛び込んでビュンとハンマーを振る。最初の攻撃は空を切ったけど、すかさずクリキングの頭にハンマーを叩き落とす。よしいけるぞ。クリキングと互角に渡り合い、僕は手応えをつかんでいた。なんか今日ちょっと話すの上手くない？最後だからか？大丈夫だ、勝てる。よし次の一撃に全てをかける。ハンマーを握りしめてじりじりと間合いを詰める。ヒリヒリする緊張感、ガッシャーン。吹きつける海の風、海からの風がタワーの窓ガラスを砕く。その音を合図に僕は踏み出す。そしていけたか、そしてえ、てん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 、どうだったの？僕クリキングをやっつけたよ。ルイージーよくやった。もっと悪いやつも出てきたけど、それもやっつけた。うわそこははしょるんだ。エクレア姫も助けた。全部終わったよ。だからゴロツキタウンに帰ってきたというわけ。これが今回の冒険なんだ。エクレア姫とはどうなったの？ルイージ好きなんでしょ？そう、肝心なところがよくわからないって。エクレア姫はどうなったの？そんなことないよ、これで全部だよ。エクレア姫をめぐる冒険はとにかくこれでおしまい。だけど僕の冒険は終わらない、終わらないんだ。え？最後どうなったの？エクレア姫とルイージは。そこを聞かしてよ。あーそこは聞けないのか。ご想像にお任せしますってこと？もうじゃああなたの話はいいや。そしてあなた最初にいた仲間ですよね。覚えてるか？俺はキックだ。いや最後の戦いはすごかった。俺もすっかり黒焦げになっちまったが、いろいろとすっきりしたぜ。まあその辺の詳しい話は本人の口から聞くのが一番さ。いっひひひ。いや聞いたんだけどなんかパッとしなかったんだよな。これさ、スーパールイージって読めるんだよね。スーパールイージ読めるわ。もしかしたらこっちに書いてるかもしんないな。じゃあ全部揃ったらスーパールイージの本の方も読んでいきましょうか。いやこれも1日1冊しか売られてないから、あったらちゃんと買わないとね。いや最後エクレア姫とルイージはどうなったのか、続きは単行本でってことですね。よしじゃあ次の依頼受けていきましょう。他にもカード持ってる人いると思いますけども、今ロールモードとボートモードでしょ。他にもあるよねモードって。まあペラペラモードぐらいしかないか。あと呪いって何を受けたっけか、ちょっとパッとは出てきませんが、うわーどうすっかな。メロメロケーキのレシピあの人に伝えて、あ彼女募集中、食材を届けて、回覧版お届け物ルイージさん、あお届け物ゴールドマン、ゴールドマンとかさちょっといいものくれそうじゃない？はい、お届け物どうですか？ホワイト将軍にお届け物を頼むよ。まずは荷物を取りに来てくれ。取引場所はピカリーヒルズだ。あこれはすぐっぽいですね。じゃあゴールドマンの依頼受けていきましょう。まあホワイト将軍も最果て村にいると思うので、土管を使えば一瞬で移動できるでしょう。いやでもメンバーカードをくれるとは言ってなかったな。どうなんだろう。でもなんかこういうさお金持ちの人じゃないと持ってない気がするな。マダムローズとピートンだったでしょこれまで。でゴールドカードプラチナカードってことはシルバーカードとブロンズカードがあるんじゃないの。どうなんだろう。
やりそうだよね。だってゴールドプラチナだよ。普通に考えたらその2種類もあるはずだ。まずはピカリーヒルズなので6番の土管ですね。ちょっとゴンババ平原じゃねえや、ドラドラ平原と地面がどっちも緑で分かりづらいな、ということで、はい、ゴールドマンは入り口のところにいたかと思います。あと生パスタとかも買ってく、これ売ってるんすよ一応。ここ後でナンシーの料理に使うような多分な。はい、いらっしゃいませ。お土産に名物の高級生パスタはいかがですか。1つ50コインになります。うー、高いけど買うよ、50コイン。はい、パスタね、1つ50コインの高級生パスタ、もう1ついかがでは、もう一生買いません。いやでも組み合わせありそうだな。ちょっと前にさ、サラリーマンからもらったあの辛い、なんかカラカラエキスみたいなのあったじゃないですか。あれと組み合わせてパスタ作るんじゃないの、違うのかな。はい、ということでゴールドマンさん、あ、てか GDM に書いてあったかも。いやゴンザレス君、大砲の乗り心地はどうだったかね。最高でしたよ。ゴンザレス君ではないけどね、私も月に行って新しいビジネスでも始めようかな。月はちょっと月の深夜もんしかいなかったからビジネスにはなんないかも。まあそんな話は置いといて、依頼の件だがホワイト将軍にこれを届けてほしいのだよ。はい、お届け物ですね。はい、お届け物をゲットだ。ホワイト将軍へ届けるようにゴールドマンから依頼されたものと、ホワイト将軍は今は最果て村に帰っていると思うよ。少し遠いがよろしく頼むよ。わかりました。コナリキン君も元気にしてるか、ちゃんとサイン飾ってるか、っていうかいつまでここにいるんだ。お家どこにあるんだったっけ。あらお家自体もこの辺にある。いや違うよね、なんか観光に来てるんじゃなかった。いや忘れちゃったな、お家がここなんだっけか。まあどっちでもいいや、もう会うことはないでしょう。はい、じゃあ6番の土管入って、最果て村、さっきつながった7番の土管ですね。最果て村の宿は泊まったことあるもんな。でそうだな、ピカリーヒルズの宿も泊まったことあるから、そこの限定アイテムはもうないでしょう。最果て村は確か宇宙食だったかと思います。宇宙食も料理扱いだったんだけども、まあ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 、うん、1個ありゃいいからね、あの図鑑に載らすためには。そしたらホワイト将軍の家こっちだな。ホワイト将軍お届け物ですよ、いますか。あれ、ホワイト将軍は、ホワイト将軍今朝ふらりと出て行ったよ。おいおいおい、これやってるか。ホワイト将軍今度はどこ行ったんだよ。確かゴロツキタウンのお店のマスターに会いに行くと言っていたような。おい、またおいおいおい、これ全部生かされるんじゃないだろうな。頼むぞホワイト将軍、今度は変なとこ行くなよ、何箇所も。いや旅が好きなんかな。うん、もうちょっとだけでも最果て村に滞在してくれてたら助かったんですけど、っていうか置き配でよくないか。ねえマリオ、置き配しない？家の前にこれ置いといてさ。ねえ最近流行ってるじゃん置き配。それでいいと思うんだけどな。最果て村治安良さそうだし取る人いないって。でも雪に埋もれちゃうか。マスターね、宿屋のところの下だったかと思います。マスター、いやいないよ。っていうか、あのホワイト将軍来ました？ホワイト将軍ですか？彼ならちょうどさっきまでここで話をしていましたよ。彼とは古くからの友達なのですよ。あ、そうだったんだ。まあそれはいいんだけどさ、どこ行った？ちょっとしたことで大爆発してしまうような若い頃からの長い付き合いなのですよ。どういうこと？よくわかんない。まあ私もすぐにグラスを投げつけて割ってしまうような青い時代の頃の話です。とんでもないやつだったんだな君。ねえ大丈夫か、マスターやって。変なことあってもグラス投げんなよ。そんな彼も今じゃ立派なボム兵ですけど、放浪癖だけは治っていないようですね。ほんと治ってないんだよ。古くの友人なんでしょ、言ってあげて。確かウーロン街の店に行くと言っていました。実はウーロン街で店を経営している彼とは下積み時代からの付き合いなんです。え、ホワイト将軍ってウーロン街でお店を経営してんの？彼によろしく伝えてください。いいんだけどさ、お店やってもさ。ウーロン街ね、今度は。はい、ウーロン街行ったらやることってあったっけか。特にないですよね。サラリー、あ、っていうかシンプルにさ、また最初から闘技場遊ぶっていうのもありっちゃありなんだけど、なんかもらえたりすんのかな。そのあたりってどうなんでしょう。まあでも一個ずつやってた方がいいな。とりあえず依頼でカードを全部揃えて、そっからまた考えましょう。ということでホワイト将軍、お店をやってる多分このジュース屋さんの方ですよね。じゃあ入りたいところでもありますけど、まあ一旦今回はこれぐらいで終わっておきましょう。じゃあ次回はホワイト将軍を探していろんなところを駆け回る感じでやっていければと思いますので、ぜひチャンネル登録と高評価をして次の動画をお待ちください。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。困ったもんだな。